皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、何でもいいから怖い話、の、一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。天井が高い家って怖いよね。夜とか上から誰か見てるんじゃないかって。あとトイレに入って背中側に出入り口があると怖い。幽霊はいると思ってるのか。だったら教えてやろう。そんなものはいないから心配するな。寝ぼけた人が見間違えたのさ。俺はいると思うよ。俺らが想像してるものとは違うかもしれないけど。自殺した人の寮の部屋が、誰もいないはずなのに電気がついては消えたことがあった。部屋の扉が勝手に開いたと同時にテレビが消えたことがある。俺、最近冷蔵庫の前に誰かいるよな、と親父に言ったら、やっぱりお前にも見えてたか、って言われたよ。夜一人で部屋にいるとき、自分の頭の中で明らかに自分に向けて、死ぬか、とか、死ねよお前、とか聞こえてくる。自分では考えてもいないのに唐突に浮かんでくるのが怖い。金縛りにあって首絞められたことある。なんか見てしまいそうで怖くて目を開けられなかった。天井から自分の寝てる姿を見たことある。幽体離脱ってやつかな。思春期って感受性高まって霊を見ることが多いらしいね。俺は高一の頃よく金縛りにあったな。なんか修学旅行の夜みたいな雰囲気になってきたぞ。渋谷で買い物の途中。足に怪我をした女の子を見た。血が結構出てるのに平気な顔して歩いているので変だなとは思っていた。キョロキョロと落ち着きがなく、たまに人の顔を思いっきり覗き込んだりしている。気になってみるとはなしに見ていると、目が合ってしまった。彼女がじっと見つめ続けるので、いたたまれなくなって目をそらすと、こちらに向かって小走りに近づいてきた。関わりたくなくて、その場を立ち去ろうと歩き出した私に。後ろから、待って、あなた私のこと見えてるでしょ。ぎくりとして思わず振り向いたが、もう私には彼女の姿が見えなかった。東京の人は冷たいんだね。子供の頃に田舎の親戚の家に泊まった。割と大きな旧家って感じの家。俺を挟んで川の字のように両親が寝ていた時に、白い服を着た若い女がふっと現れて、ふっと消えてしまったらしい。俺は寝ていたが、その幽霊は有名で、田舎の親戚たちは当然のようにそれを受け入れていたらしい。大人になって両親に、あの幽霊見たって話本当なの。俺が子供だったからからかわれただけ。と尋ねた。いや、見たものは見た。あれが何だったかはわからん。でも見たのは事実だ。と親父は答えた。両親は幽霊や心霊現象、迷信宗教といった世界が嫌いな人間だ。だからあんな不可解な話を両親から聞いたのはそれだけ。やはり事実ではあったんだろう。まああれだけ大勢の人間が見たって言うんだから全くの嘘ということはないだろう。それが科学的か非科学的かは別として。俺が近所の家にロケット花火を打ち込んでその家が火事になる夢を見た。数日後、その家のじいさんが死んだ。単なる偶然だろうが、やっぱり気分が悪かったな。昔恐怖のアンビリーバボーのオダムドウの体験談みたいなやつがめちゃ怖かった。旅館でいないはずの中井に接待されて崖に連れて行かれそうになるやつ。あのさ、にちゃんって他人の書き込みを削除して違うことを書くことってできるのかな？上書きっていうか、できるんなら別にどうでもいい話なんだけど。本当につい最近の話なんだけど。ボースレッドに書き込んだのね。それでしばらく経って、もう一度そのスレを見たら、自分の書き込みがなくなってた。
何度も何度も確認したけど見つけられなかった。見覚えのある書き込みも確かにあったから、確かにこのスレのはずだった。悪勤でもされたかと思ったけれど、そんな形跡もなかった。で、必死にスレの流れを思い出して、自分が何番目に書き込んだのかを思い出した。自分が書き込んだはずの番号の書き込みを見ると、そこには、死ねとだけ書かれてた。お、新感覚。どこかのホームページで見つけた話。俺が一人暮らしを始めて間もない頃、俺の住んでるアパートの前には、結構な大きさの公園があった。昼間には子供たちが元気よく遊び回り、主婦たちの井戸端会議の場にもなっていた。その日俺は翌日が仕事が休みということもあり、久しぶりに DVD 三昧の夜を過ごそうと、徒歩3分ぐらいの場所にあるビデオ屋へ DVD を借りに出かけた。そのビデオ屋は深夜3時まで営業しているビデオ屋で、俺が借りに出かけたのはもう0時過ぎだった。ところが週末ということもあり、面白そうなタイトルは全然空いてない。仕方なしに適当なタイトルを手にして店を後にした。タバコを加えながらアパートのすぐそばまで来た時に、タバコの買い置きがないことを思い出して近くのコンビニまで行くことにした。目当てのコンビニはアパート前の公園を横切って行けばすぐに見えるほどの距離なので、俺は公園へと足を踏み入れた。街灯が4つほどしか点灯していない夜の公園は、思いのほか不気味な雰囲気を醸し出してはいたものの、俺はさして気にすることもなく歩いていた。その時だった。公園の隅の方にあるブランコから子供の話し声が聞こえた気がした。いくらなんでもこんな時間に、と思いながら、暗闇の中のブランコに目を凝らすも、当然人影はない。なんとなく気持ち悪いなとは思ったものの、この時間に公園で子供の声を聞いてしまって放っておけるほど無関心人間でもないので、ブランコへと近づいていった。行かなければよかった。向かい合わせで座るブランコの右側の座席には、花束の山。そして子供の書いた絵やメッセージが、やばいと思った俺の目の前で、ブランコがキーキー、と動き出した。逃げようと思いつつも、足が動かない。ブランコの耳障りな金属音と共に聞こえる子供の声。小さくつぶやくような声で、何を言っているのかは全く聞き取れない。必死の思いで足を動かし、俺はブランコを見つめたまま後ずさりを始めた。そんな俺を嘲笑うかのようにブランコは揺れ続ける。なんとかアパートにたどり着き、震える手で部屋の鍵を開けた俺の目に飛び込んできたのは、壁中についた泥だらけの小さな手形。床に残された数百にも及ぶ小さな靴の跡。その日からしばらく実家に帰り、そのまま2週間後にアパートを引き払いました。怖くないけど夜遅いし見ないことにするよ。別に怖くないんだけどね。それについての一番古い記憶は、小学校低学年の頃だろう。どこか遠くの方で女の人の叫び声が聞こえたのだ。友達と遊ぶ足を止めて、あたりを見回したのを覚えている。友達に確認したが、どうやら僕の他には誰も声は聞こえなかったようだ。当時僕は母と二人暮らし。父は僕が生まれて間もなく事故で死んだとのことだった。母にその叫び声の話をすると、体を硬直させて、今まで見たこともないような、ひどく怯えた顔で僕を凝視し、そのまま僕に背を向けてしまった。それからもごくたまに女の人の叫び声が一瞬聞こえることがあったが、空耳だろうと気にも留めないようになっていた。ところが、その叫び声が決まって8月19日に聞こえるのだと気がついたのは、僕が中学2年生の時だ。その日は土曜日。
昼過ぎに僕が帰宅すると、母が喪服を着て僕を待っていた。あなたのお父さんね、亡くなったの。母は静かにそう告げた。実は父は殺人を犯し、僕が生まれる直前に服役していたというのだ。その父が獄中でその日の早朝、自殺したとのことだった。あまりの突然の告白に、僕は現実感を失って、ただ母の顔を見つめるだけだった。通夜には出席せずに、一人部屋にこもっていた。そんな時だった。女性の叫び声がまた聞こえた。不思議と子供の頃よりもはっきり聞こえた。ギーヤー。あー、あ。そしてその後、かすかに女の人が高笑いをする声が、笑い声が聞こえたのは、その時が初めてだった。結局、父の顔も名前もその罪の内容も、僕は進んで知ろうとはせずに、その後を過ごした。大人になっても相変わらず、罰月19日になると女性の叫び声が聞こえ続けた。高校を卒業する頃には、聞こえる時間までもわかるようになった。夕方5時10分。僕は次第に、毎年その日その時間が来ること自体が恐ろしくて仕方なくなった。それというのも、毎年のように耳に届く叫び声が大きくなっていたからだ。断末魔のようなその不気味な叫び声。そしてその後に聞こえる、気が狂ったかのような甲高い笑い声。毎年毎年、怯えながら誰にも相談できずにその日を迎えた。28歳になった僕は結婚することになった。婚約者と決めた結婚式の予定日は、よりにもよって罰月19日。めでたい時に理由を説明することもはばかられ、反対するわけにもいかなかった。僕は憂鬱な気分のまま前日を迎えた。めでたい席であの声を聞かなければならないのかと。そしてその晩、母は僕に真実を告げた。あなたのお父さんはね、ちょうど今のあなたと同じ年、強姦殺人を犯したの。罰月19日、5時10分。聞こえるんでしょ、あなたも。面会に行くたびにお父さんも聞こえるって言ってたわ。そして耐えられなくなったのね、だから。衝撃だった。恥ずべき犯罪を犯した。顔も知らぬ父への怒り、事実を隠していた母への怒りと哀憤、そして何よりも恐怖。自分も父を同じ末路をたどるのだろうか。預かり知らない犯罪の因縁で、自分までも。これは今年の罰月19日自殺した、私の夫が残したメモ帳から見つかった文章を抜粋したものです。今私は妊娠9ヶ月です。この夫のメモが真実なのかはわかりません。ただ私の子にも同じようなことが起こるのではないかと、それだけが拭いきれない不安なのです。実際の人間の凶悪事件に比べたら霊なんて怖くもなんともない。まあ俺の失敗の連続の人生の方が怖いわけだが。俺が大学生の頃、四ツ谷の近くで一人暮らししてた時のこと。その日なんとなくだるかった俺は、大学を1時間目で切り上げて、家に帰って早く寝ようと自転車で帰っていた。その時俺は安い貧乏アパートみたいなのに住んでたんだけど、初めて見た時から、空気がよどんでいるというか、天気のいい日でも妙に薄暗い、そこだけ違う空間のような、とにかく陰気なアパートだと思った。でも、当時親からの仕送りもない貧乏学生だった俺は、贅沢も言えないので、家賃の安いそこに住んでいた。そんでちょっと熱っぽさもあったものの、途中コンビニで昼飯を買って、家に帰って寝っ転がっていた。その日もいつもの通り部屋が薄暗く、日光があんまり入ってこないような、全体的にどんよりとした部屋で、座布団を枕にしてぼーっとしていたら、ピンポーン、と。
俺の部屋のチャイムが鳴った。どうせ宗教勧誘とかセールスだろ、と思った俺は、出るのもめんどくさいのでイルスを使った。ピンポーン、ピンポーン、ピンポーン。しかしチャイムは、まるで俺が家にいるのを知っているかのようになり続けた。ふと、大家さんかな、と思った俺は、ドアのレンズから外を見てみた。しかし誰もいない。やっと諦めていったか。そう思って再び寝っ転がっていたら、今度は電話が。ブルルルルルル、ブルルルルル、ブルルルルル。電話は近くにあったのですぐに出た。はい、もしもし。しかし相手は無言だったのですぐに切った。なんだよ、いたずらかよ。でもその時はさっきのチャイムのこともあって、なんとなく薄気味が悪かった。もう何があっても出ないからな。そう思った俺は、薄い毛布をかぶって寝ることにした。俺の住んでたアパートの前の道は、車もあまり通らない静かな道で、テレビも何もつけないと、部屋の中はシーンとしていた。チッ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 。と、時計の音が聞こえるぐらいだった。けれど、その日はなぜかいつも聞こえるはずの時計の音がしない。全くの無音状態で、隣の部屋のテレビの音も何も聞こえない。今この時間に、この薄暗いアパートには俺しかいない。そう考えると、なんだか少し怖くなってきた。その時だった。コンコン、コンコン、と、今度は俺の部屋の窓ガラスを、誰かが叩く音がした。さっきの勧誘の人に、俺が部屋にいるのがバレたのかな。そう思って窓の方を見ようとした時、ふと気がついた。あれ、俺の部屋って2階じゃん。そのことに気がついたら一気に全身の鳥肌が立った。そのアパートには窓に小さなベランダがあるものの、人がよじ登ってそこに入ることは考えられない。でも、誰かがベランダにいる、絶対にいる。コンコン、コンコン。誰かがずっと俺の部屋の窓を叩いている。もう俺は怖くて怖くて、勘弁してくださいって感じで、そのまま寝てるふりをして、毛布にくるまって固まっていた。でも、俺はもっと重大なことに気がついた。あ、窓の鍵を開けっぱなしだ。俺はいつも家にいるときは窓を開けて部屋の空気を入れ替えて、その後窓の鍵は夜寝る前になってから閉める、ということをしていた。ガラガラガラ。誰かが窓を開けて部屋に入ってきた。俺は窓を背にして、ただひたすら寝てるふりをしていた。っていうか妄想するしかなかった。絶対に振り向いてはいけない気がしたからだ。ミシッミシッ、ミシッと、その誰かが俺の方にゆっくりと歩いてくる。そしてゆっくりと俺をまたいでいった。その時、俺は怖いながらも、少し目を開けてしまった。目の前には、見開いた大きい目玉が二つ、こっちを見ていた。そこで俺は気を失ってしまった。夜になって目覚めた時、部屋の窓が開きっぱなしになっていた。気絶する直前に見てしまったあの目玉のことを再び思い出したら、俺は全身の震えが止まらなくなって、急いで友達の家に行った。その後、その友達の家に一週間ぐらい泊まらせてもらい、もっと人通りの多い道のマンションに引っ越した。あの時のあのことは今でも何なのかわからないけれど、なるべく考えないようにしている。謎のまま終わってしまい後味の悪さが残るね。最近職場で休憩時間に人のいない方の休憩室で寝ているのですが、眠っている時に足音がしたかと思うと、ふっと、頭を何かが触ってくるのです。それはもう眠っているのを邪魔しているみたいで、もうしつこく触ってくるのです。はっとして目が覚めるというようなことがここ1ヶ月くらい続き、寝ているのを邪魔されていい加減腹が立ち、その何かに戦いを挑みました。
いつものように眠っていると足音がして、ふっと何かがまた今日も頭を触ってきました。その手をつかみ、空いた方の手を拳にして、何かをガンガンと何度も殴りました。その時、その何かの正体をはっきり見ました。万字の漢字みたいな感じに、中心から腕と足と頭が生えていて、なんだかニヤニヤと笑っています。睡眠を邪魔してる上に、笑っているのに腹が立ったので、さらにガンガン殴ってやりました。そこでいつものように、はっと目が覚めてしまいました。一体あれは何なのか。職場の休憩室で寝ている時だけに起こる現象で、最初は怖いと思っていたのですが、最近ではうざくてイライラする存在で、怖いと思うより先に憤りの感情を抱いてしまいます。私の通っていた高校は、築120年という気合の入りようでした。改築が繰り返された校舎は、素人目に見ても奇妙としか言いようのない形に湾曲しています。今では珍しくなった平屋であるにもかかわらず階段があり、廊下のどん詰まりの壁際から天井に向かって伸びています。その他にも玄関を入ってすぐにある音楽室や、ドアが埋め込まれて立ち入れなくなった教室。その中でも奇妙極まりないのは、監視小屋なるものがあるということです。私は遠方から通っていたため、時々地元の友人の家や、先生の社宅に宿泊させてもらうことがあったんですが、たまたま泊めてもらえるあてがなかったその日、監視小屋に泊まることにしました。監視小屋は一見ただの民家のようで、古い方の電話が置かれた8畳一部屋に、小さな台所があります。そしてここがなぜ監視小屋と呼ばれているのか、私はその晩、身をもって知るに至ったのです。小屋には私の他にもう一人の友人が一緒に泊まることになっていて、私たちは修学旅行のノリではしゃぎながら、布団を敷いたりしていました。その後に夕食を取りながら談笑している時、突然備え付けの電話が鳴りました。何事かとびくつきながらも電話に出ると、用務員のおじさんで、女子生徒二人ということもあって、心配してくれているようでした。はしゃぎすぎないようにいろいろと注意を促され、適当に相槌を打ち電話を切ろうとすると、ああ、忘れていたけど、西側の窓のカーテンは必ず閉めて寝なさい。とのこと。その時ははいと生返事で電話を切ったのですが、よくよく考えると意味がわかりません。学校の裏手に墓地はありますが、その方向には何もありません。なんだかおかしいね、と話しながら、友人は何の気なしにそのカーテンを開けました。そこには朝縄でまがまがしく祀られた、古びた井戸がありました。ちょうどこの字型になった校舎と小屋に阻まれていて、今まで目にする機会のなかったものでした。一瞬ぞくりとおかんが走りました。なんか、気持ち悪いね。などと言いながら、私たちは一つの布団にくっつくようにして夜眠りについたのです。どれくらい眠ったのか。私は肩口の寒さに体を震わせて目を覚ましました。ふと見ると友人の姿がありません。小屋にはトイレがなかったので、教員寮の方に借りに行ったのかと思いしばらく待ってみましたが、戻ってきません。ドアを開けて外の様子を伺ってみましたが、校舎の方からも教員寮からも戻ってくる気配すらありません。どこ行ったんだろう。と不安に駆られながら部屋に戻った私は、本当に何気ない気持ちで、先の窓のカーテンを開けてみました。下着姿の友人は、井戸のそばにいました。そして腰のあたりに手をやってごそごそしています。なんだ、裏で用を足すつもりなのか。と、呆れながらカーテンを閉めかけた私は、ふと奇妙な感覚にとらわれて、
もう一度友人と江戸の方に目を向けて、声を上げそうになりました。ごそごそしていたと思っていたのは、腰に縄を巻きつけていたのだと気づいたのです。そして今はしゃがみ込んで、縄の先に大きな石をくくりつけています。私は声も出ませんでした。すると今度は、井戸からぬるりと白い手が伸びてきたのです。手は何かを探るようにうごめいて、やがて近くの浅縄をつかみました。友人は深く頭を垂れてうなだれ、もはや何の反応も示しません。縄をつかんだ手は、ずるりずるりと石をたぐり寄せていきます。私は夢中で叫んだつもりでしたが、声が出ませんでした。ああ、A ちゃんが連れて行かれる。そう思った時、闇をつんざいてけたたましく電話のベルが鳴りました。私はその音と同時に、敷いてあった布団に尻餅をつきました。その途端に、金縛りのようだった体がふと軽くなるのを感じ、気がつくと裸足で外へ飛び出して、井戸のそばの友人のところへ駆け寄りました。放心状態の彼女をなんとか小屋まで運び込み、どれくらい呼びかけていたでしょう。しばらくすると友人は我に返り、泣き出しました。恐怖から解き放たれた私も一緒になって泣きながら、とりあえず誰かに助けを求めようと、電話をひっつかみました。その途端、私はしがみついていた友人ともども、またしても布団に尻餅をついたんです。受話器ごと掴んだ電話機は、電話線がつながるどころか、中の機械部分が空っぽだったのです。後から聞いた話によると、開校当時、なぜかこの井戸に身を投げて自殺を図る生徒が後を絶たなかったため、埋め立てようと試みたのですが、関係者が相次いで亡くなるなどの不幸が続き、結局は埋め立てを断念したのだそうです。で、改築を重ねて、現在のように井戸が人目につかないようにしたそうです。それでもどこからともなく身投げをする人が現れるので、それを監視するために、人を置く、監視小屋が設置されたのですが、小屋に在住していた監視役の男性も井戸に身投げを図り、小屋と井戸がそのまま放置される結果になったのだということです。カーテンを開けるな、と忠告した電話は、一体どこからどうやってかかってきたのでしょう。そして電話の声の彼は、果たしてその監視役の男性その人だったのでしょうか。っていうか女子生徒がたった二人で監視小屋に泊まることを許す先生が許せない。どんな怖い話読んでもうさんくせいで済ませてしまう自分がいる。文章の節々に突っ込んでる自分。つまらないやつだな。俺の実家近くでよくおっさんが田んぼを歩いてたんだけど怖かった。着物を着たいい年したおっさんが、ふらふら歩いてるんだよ。俺の父親から、話しかけたり、話しかけられても答えるなよ、と言われてたんだけど、あのおっさんのギロギロした目を思い出すと、今でも背筋がゾッとする。中学の頃の実体験を一つ。友達と二人自転車で田んぼ道を走っていた時のこと。向こうから歩いてくる老夫婦とすれ違った。俺は特に何も感じなかったのだが、友人が妙なことを言い出した。なあ、さっきの人たち。白目向いてなかったか。友人は真剣な顔で、冗談を言っているとも思えない。そこで俺たちは後ろを振り返ってみることにした。老夫婦も立ち止まってこちらを見ていた。何気なく怖い。振り向いたら誰もいなかったというオチならよく聞くけどこれはちょっといいな。真っ裸で見てたらなんか寒くなってきた。服着よう。俺も寒くなってきた。スクール水着でも着よう。俺も実体験を一つ。夜中に原付で街を走ってた。70キロぐらいのスピードだったかな。割と暗い道で、前方10メートル先ぐらいは全く見えない感じの道だった。
った。突然、わ、という驚かすような声が聞こえたので、驚いて急ブレーキをかけて原付を止めた。引きそうになったのかなと思って周りを見回しても誰もいない。そもそも人気のない道だから、誰かいればすぐにわかる。ふと前方を見ると、前には工事中の看板が倒れて路上に散乱してた。そのまま突っ込んだら俺は大事故に遭っていただろう。誰の声だか知らんが助けてくれてありがとう。怖い事態にならなくてよかったな。守護霊ってやつかな。幼稚園の先生をしている友人から聞いた話。クレヨンでみんなの家族を描きましょう。というテーマで子供たちに絵を描かせたところ。普段とってもおとなしい S 君が、なぜか家族の顔ではなく、青と白の何十本という手を画用紙いっぱいに描いたということです。S 君の家は、児童虐待の噂のある家庭だとか、某地方から東京の大学に出てきたという知人の体験。彼の通っていた中学は周囲を畑で囲まれたようなところで、よく授業中に校庭に犬が迷い込んだりすることがあったそうです。ある日も例によって、よく見かける野良犬が入り込み、窓からそれを発見した生徒がいました。ひとしきり騒いだ後、よくあることなのでみんなすぐに飽きて、先生が授業を再開させようとした矢先に、校庭から、鈍い、ボン、という破裂音がしました。再び校庭に視線をやった生徒たちが見たものは、お腹のあたりから顎の下までパックリ裂けた犬が、血の泡を吹いて痙攣している様でした。女子には気絶したり泣き出す子も出て、その日の授業は中断されたままになったそうですが、結局なぜ犬が裂けたのかはわからずじまいだったとのことです。理解できないものは怖いな。数年前の職場で体験した出来事です。その頃私の職場はトラブル続きで、大変に荒れた雰囲気でした。普通では考えられない発注ミスや、工場での人身事故が相次ぎクレーム処理に追われ、朝出社して夜中に退社するまで、電話に向かって頭を下げ続ける日々が続いたのです。当然私だけでなく、他の同僚のストレスも相当溜まっていました。その日も事務所の鍵を閉めて、帰宅しようと廊下に出た時には、午前3時を過ぎていました。大所長と N 係長、二人の同僚と私を合わせて5人で、みんな疲労で青ざめた顔をして黙っていました。ところが、その日はさらに気をめいらせるような出来事が待っていました。廊下のエレベーターのボタンをいくら押してもエレベーターが上がってこないのです。なんでも、その夜だけエレベーターのメンテナンスのために通電が止められたらしく、ビル管理会社の手違いで、その通知が私たちの事務所にだけ届いていなかったのでした。これには私も含めて全員が切れ、ドアを叩く蹴る、怒鳴り声を上げる。全くの音鳴らしからぬ狼藉の後で、全員さらに疲弊してしまい、同僚の S など、床に座り込む始末でした。仕方がない、非常階段から降りよう。大所長がやがて意を決したように口を開きましたが、うちのビルは基本的にエレベーター以外の移動手段がありません。防災の目的で作られた外付けの非常階段があるにはあるのですが、不老者が侵入するのを防ぐため、内部から厳重に鍵がかけられ、滅多なことでは開けられることはありませんでした。私もその時初めて階段に続く扉を開けることになったのです。廊下の突き当たり、蛍光灯の明かりも届かない、薄暗さの極まったあたりにその扉はありました。非常口を表す緑の明かりが、ぼーっと輝いています。オフィス街で働いたことのある方ならお分かりだと思いますが、どんなに雑居ビルが密集して立っているような場所でも、表からは見えない、
死角のような空間があるものです。ビルの壁と壁に囲まれた谷間のようなその場所は、昼間でも薄暗く、街灯の明かりも届かず、鳩とカラスの寝床になっていました。うちの事務所はビルの7階にありましたが、気乗りしないなどと言っている場合ではないので、私がまず扉を開きました。重い扉が開いた途端、何とも言えない異臭が鼻をつき、私は思わず咳込みました。階段の手すりやスチールの踊り場が、まるで溶けた蝋のようなもので覆われていました。そしてそこから凄まじく嫌な匂いが立ち上っているのです。鳩の糞だよね、これ。N 女子が泣きそうな声で言いました。ビルの裏側は鳩の糞で覆い尽くされていて、まともに鼻で呼吸をしていると、肺が潰されそうです。もはや暗闇への恐怖も後回しで、私はスチールの階段を降り始めました。すぐ数メートル向こうには隣のビルの壁がある、まさに谷間のような場所です。足元が暗いのももちろんですが、手すりが腰のあたりまでの高さしかなく、ものすごく危ない。足を踏み外したら、落ちるならまだしも、壁に挟まって宙吊りになるかもしれない。振り返って同僚たちを見ると、皆一様に暗い顔をしていました。こんなついていない時に、微笑んでいられる人なんていないでしょう。自分も同じ顔をしているのかと思うと、悲しくなりました。カンカン、カン。靴底が金属に当たる乾いた音を響かせながら、私たちは階段を降り始めました。私が先頭になって階段を降り、すぐ後ろに N 女子、S、O 所長、N 係長の順番です。足元に全く光がないだけに、ゆっくりとした足取りになります。みんな疲れ切って、言葉もないまま、6階の踊り場を過ぎたあたりでした。突然背後からささやき声が聞こえたのです。うなり声とかうめき声とか、そんなものではありません。よく映画館なんかで、隣の席の知り合いに話しかけるときにするような、押し殺した小声で、ボソボソと。その時は、後ろの誰か、所長と係長あたりが会話しているのかと思いましたが、どうも様子が変なのです。ささやき声は一方的に続き、私たちが階段を降りている間もやむことがありません。ところがそのささやきに対して、誰も返事を返す様子がないのです。私はその声に耳を傾けているうちに、だんだん背筋が寒くなるような感じに囚われました。この声を私は知っている。係長や所長や S の声ではない。でも、それが誰の声か思い出せないのです。その声の、まるで念仏を唱えているかのような一定のリズム、ボソボソとした、陰気な中年男の声。確かによく知っている相手のような気がします。でもそれは決して、夜の3時に暗い非常階段であって楽しい人物でないことは確かです。私の心臓の鼓動は、だんだんと速くなってきました。一度だけ足を止めて後ろを振り返ってみましたが、すぐ後ろにいる N 女子が、キョトンとした顔をしているだけでした。そのすぐ後ろに S、所長と係長の姿は暗闇に紛れて見えません。再び階段を下り始めた私たちは、知らないうちに足を速めていました。何度か鳩の糞で足を滑らせ、慌てて手すりにしがみつくという危うい場面もありました。が、とてもあの状況で落ち着いていられるものではありません。5階を過ぎ、4階を過ぎたそのあたりで、背後から信じられない音が聞こえてきたのです。笑い声。さっきの人物の声ではありません。さっきまで一緒にいた N 係長の声なのですが、超常現象とか、そういったものではありません。なのにその笑い声を聞いた途端、まるでバケツで水をかぶったように、どっと背中に汗が吹き出るのを感じました。
N 係長はこわもてでなる人物です。すごく弁が立つし、切れ者の営業マンなのですが、事務所ではいつもブスッとしていて、笑った顔なんて見たことがありません。その係長が笑っている。それもすごくニュアンスが伝えがたいのですが、子供が笑っているような無邪気な笑い声なのです。その合間に、先ほどの中年男がボソボソと語りかける声が聞こえました。中年男の声は細々として陰気で、とても楽しいことを喋っている雰囲気ではありません。なのに、それに応える係長の声はとても楽しそうなのです。係長の笑い声と中年男のささやき声が、その時不意に途切れ、僕は思わず足を止めました。笑いを含んだ N 係長の声が、暗闇の中で、異様なほどはっきり聞こえました。所長。何？さっきから誰と話してるんだ。返事した所長のそののんきな声に、僕は歯がみしたいほど悔しい思いをしました。所長は状況をわかっていない。答えてはいけない。振り返ってもいけない。強くそう思ったのです。所長と N 係長は、何事かボソボソと話し合い始めました。すぐ後ろで、N 女子が苛立って手すりをカンカンと叩くのが、やけにはっきりと聞こえました。彼女も苛立っているのでしょう。ですが私と同じような、恐怖を感じている雰囲気はありませんでした。しばらく私たちは階段の真ん中で立ち止まっていました。そして震えながらわずかな時間を過ごした後、私は一番聞きたくない物音を耳にすることになったのです。所長の笑い声。何か、楽しくて楽しくて仕方のないものを必死で耐えている。子供のような華やいだ笑い声。なあ、S 君。所長の明るい声が響きます。N さんも T 君も、ちょっと、T 君というのは私のことです。背後で N 女子が躊躇する気配がしました。振り返ってはいけない。警告の言葉は、乾いた喉の奥からどうしても出てきません。振り返っちゃいけない。振り返っちゃいけない。胸の中で繰り返しながら、私はゆっくりと足を踏み出しました。甲高く響く靴音を、これほど恨めしく思ったことはありません。背後で N 女子と S が何か相談し合っている気配があります。もはやそちらに耳を傾ける余裕もなく、私は階段を降りることに意識を集中しました。私の体は隠しようがないほど震えていました。同僚たちの、そして得体の知れない中年男のささやく声は、背後に遠ざかっていきます。4階を通り過ぎ3階へ。足の進みは劇的に遅く、もはや笑う膝をごまかしながら前へ進むことすらやっとです。3階を通り過ぎ、眼下に真っ暗な闇の底、地面の気配がありました。ほっとした私はさらに足を早めました。同僚たちを気遣う気持ちよりも、恐怖の方が先でした。背後から近づいてくる気配に気づいたのは、その時でした。複数の足音、4人、5人、足早に階段を降りてきます。彼らは無口で、私の背中めがけて一直線に階段を降りてきます。悲鳴を上げるのを耐えながら、慌てて階段を降りました。階段の突き当たりには、鉄柵で囲われたゴミの持ち出し口があり、そこには簡単な鍵がかかっています。気配はすぐ真後ろにありました。振り返るのを必死で耐えながら、私は暗闇の中、わずかな指先の気配を頼りに、鍵を開けようとした、その時です。背後で、かすかな空気の流れを感じました。何の音だろう。必死で指先だけで鍵を開けようとしながら、私は音の正体を頭の中で探りました。とてもじゃないけれど、背後を振り返る度胸はありません。
空気がかすかに流れる音、呼吸、背後で何人かの人間が一斉に息を吸い込みました。そして次の瞬間、すぐ耳の後ろで、同僚たちが一斉に息を吐き出しました。思いっきり明るい声とともに、ナーティー、こっち向けよ、いいもんあるから。楽しいわよ、テイ君、これがね。テイ君、テイ君、テイ君、テイ君。なあ、悪いこと言わんて、こっち向いてみ。楽しい。ふふふ。ねえこれ、これほら。悲鳴を耐えるのがやっとで、声はどれもこれも、耳の後ろ数センチのところから聞こえてきます。なのに誰も私の体には触ろうとしないのです。ただ言葉だけで、圧倒的に明るい、楽しそうな声だけで、必死で私を振り向かせようとするのです。悲鳴が聞こえました。誰が叫んでいるのかとよく耳を澄ませば、私が叫んでいるのです。背後の声は、ほとんど意味のない笑い声だけになっています。その時、手のひらにカチャンという音とともに、何かが落ちてきました。重くて冷たいものでした。鍵です。私は知らないうちに鍵を開けていたのでした。嬉しいよりも先に、鳥肌の立つような気分でした。やっと出られると思うと同時に、闇の中に手を伸ばし、鉄格子を押しました。ここをくぐればほんの数メートル歩くだけで表の道に出られる。一歩足を踏み出したその時、背後の笑い声がピタリと止みました。そして、最初に聞こえた中年男の声が、低く、はっきり通る声で、ただ一声。おい。ごめん、俺の読解力がない。非常階段の落ちはどこ？開けて声をかけられてどうなったんだ？後ろから聞こえる謎の声の相手をしてしまった社員たちが、次々と発狂しては他の人を仲間に引き込もうとしている。自分はそれに耐えようと必死に頑張ったが、最後の最後で。ってことですよね。描写が細かくて情景が浮かんで怖かったんだがそういうオチか。ああ、おい、って振り返っちゃったのか。俺が35歳で未だ童貞であるという事実の方が怖い。終わり。